エトゲルとは、ドイツのラインラントプファルツ州ベルンビットリッヒ地区にある自治体、フンツリュック県に位置しており、タルファングアムエルベスコップフのバーバンドサイアメインドに属している。12世紀に入ってから、エトゲールはマークタルファングの一部となり、現在のベルバンズゲマインデにほぼ対応する領土となった。フランス革命の混乱の結果、 エトゲルトは1800年頃からフランスの支配下に置かれた。1814年にはウィーン会議でプロイセン王国の支配下に置かれた。1947年からは新たに設立されたラインラントップファルツ州の一部となっている。1969年にラインラントップファルツ州の行政改革が行われるまではベルンカステル地区に属していた。今日、エトゲルトは タルファングアムエルベスコップ府の関連地域に属している。議会は2009年6月7日に行われた市政選挙で多数決で選出された6名の議員と名誉市長を議長とする議員で構成されている。自治体の武器はこのように記述されているかもしれない。オアセミオブ・オークリーブス・バート・エーライオン・ラン・パント・グルズ・アームド・アンド・ラングド・アズール・エイト・ガートは田舎の住宅街。 地元の需要に応える、小規模なビジネスがある。ありがとうございます。